七瀬川付近から西方向。右奥に時はわ田タウンが見える。木場バイパスは大分県大分市牧場から同市宮崎に至る国道2 1 5号バイパスである。通称ホワイトロード。大分市南西部に位置する脇田地区のベッドタウン化に伴って深刻な渋滞が慢性的に発生する国道2 1 5号の混雑緩和のために整備された。 バイパス道路である。また、終点近くの三つ吉で、東九州自動車道を置いた三つ吉 IC に接続し、国道210号沿線からの高速道路網へのアクセス道路の役割も果たしている。ホワイトロードという通称は、街路樹として白い木蓮や筒子が植栽されていることにちなむ。本バイパスの沿線には、郊外型百貨店として、日本国内有数の規模を有する、 時はわさだ店を各店舗とする時はわさだタウンや郊外型商業施設が数多く立地している。本バイパスの開通前、国道2 1十号は、基上から大分市役所は北支所や大分友情大高校の北側を通り、明け瓦橋で大分川を渡り、羽屋三砂路に至っていたが、本バイパスは南寄りのルートを取って、脇田支所や、 遊城大高校の南側を通り、大分川支流の七瀬川を渡り、大分川の船井大橋を渡る手前で、国道10号に合流する。国道210号はそこから、さらに北上し、大分県立病院前などを経て羽屋三佐路に至る。本バイパスは開通後に、国道210号の本堂となり、従来の本道であった基を引く、川橋から羽路区間は、 国道442号に指定外されている。ありがとうございます。